ブリティッシュエアウェイズ2069便ハイジャック未遂事件は2000年12月29日にロンドンガトウィック空港とジョモケにあった国際空港の間を飛行中だったブリティッシュエアウェイズのボーイング747から400型機が乗客の男にハイジャックされ急降下した航空事故であるスーダン現地時間の午前5時ごろロンドンガトウィック空港から ジョモケにあった国際空港へ向かっていたブリティッシュエアウェイズ2069便は精神病を患っていたケニア人乗客の男によって突如コックピットを乗っ取られた。男は操縦桿を掴んで機体を失速させて急降下させようとした。コックピットにいた副操縦士が必死に抵抗し休憩を取っていた機長も加わって男を追い出そうとした。さらに 二階席に座っていた二人のアメリカ人乗客も加わって男をコックピットから追い出した。急降下によって四人の乗客が軽傷を負い、一人の女性客出場無員が足首を骨折する重傷を負った。その後2069便は安定飛行に戻り、ナイロビに無事着陸した。着陸後、男はケニア当局に引き渡された。逮捕直後の男の行動は、 イギリスの音楽家、ブライアン・フェリーの息子によってビデオカメラに記録されていた。親子はどちらも BA 2069便の乗客だった。逮捕されたハイジャック犯は自分が追われることを恐れていて、乗客と乗組員たちが自分にとっての脅威であるとして殺そうとしていたという。運航上務員3名は2001年にポラリス賞を受賞した。 機長はまた、王立障害者リハビリテーション協会の年間、最優秀賞を受賞した。16人のアメリカ人乗客のグループが、ブリティッシュエアウェイズに対して、数百万ドルの訴訟し、その後は返した。また、英国の乗客には、それぞれ2000ポンドの保証金と無料で搭乗できるチケットが提供された。一方、2013年に、イギリスの乗客の小さなグループが、 ブリティッシュエアウェイズに対して訴訟を起こそうとしたが、結局訴訟を起こすことはできなかった。ブリティッシュエアウェイズは2017年現在もこの便名を使用し続けているが、路線はロンドンガトウィック空港からサーシューウサガル・ラングーラム国際空港域に変更されている。ありがとうございます。